なので、生誕祭ちょっとでもモーカのこと好きだよって方は来てくれたら喜びます。530席ちょっと大丈夫かな。もちろんね、モーカのファンの方以外の方も来ると思うんですけど、ちょっと席がねちゃんと埋まるかどうかが不安なのでちょっとでも好きだよっていう方はもう遠慮なく来てくれればとっても喜びます。そうね、ももかおしさんには来てほしいね、必ず。行きたかった、また待ってるね。生誕だと遠慮しちゃう人、そうなんよ、遠慮しちゃう人いるかもしれんけどもうぜひぜひ、ファミだから行きやすいね。そうね、でもかなり発表がちょっと遅かったからあれでもあるんだけど、にゃん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 、もーちゃんの生誕祭来てくれるの待ってるよ。あ、当落がね、ちょっとかなり好きなのに待ってるよ。ファンミとセンター、そう、2日連続なんですよ。かもね、確定したって言われたのはあんま最近なんですよね。大体は言われてたけど確定ではないってずっと言われてたので、なんかそうだから結構確定するのが遅かった、遅いんで、なんかメガネの影が。土日希望とかは基本できないから、たまたま、たまたまっていうか、そうなんかだって今まではずっと平日で、そう、うん、なんかね土日がいいですっていうことは多分できない。月の半、あ、そっか、前半の土日出すことよかった。そう、でも年末、去年12月の、なんだっけ、あ、27日にあったんですよ、去年。やけん、ほぼ1ヶ月ぐらい、誕生日から後で。年末ってみんな仕事納めでめっちゃ忙しい時だったから、本当にごめんってなって。そう、27ですね。すごい、あいこじと一緒の日で、一緒に席埋まるかなって一緒にずっと話してて、お互いいっぱい、よ、あの、いっぱいね頑張ろうねっていう話をしてたんですよ。今年はまだ年末ではなくてよかったなって。にゃんにゃん、こま、こんばんは。そう、今年は土曜日だって。そう、お互いの話は MC。 そう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 、生誕申し込んできた、やったー、ありがとう。ドリミネーションもねあるけん、ぜひみんなにも行ってほしい、めっちゃ綺麗やけん。年末の方が暇だから手のありがたかった。そう、栽培もあるよね。
でもそれぞれなんかみんなのお仕事によって違うよね。やっぱ土曜日とかもお仕事の人もいるかもしれんしね。今年はそう、ここももで生誕祭ですね。お昼ココアさん、夜が私です。お昼は盛り上げて、夜は緊張って感じ。外したくなく緩ましくんだよ。きっと当たるよ。全員がいいっていうスケジュールはないから。そうだね、ちょっと難しいよね、みんながいいっていうところは。ももちゃんって泣くの？え、ももちゃんって泣けますっけ？ももちゃんはどうだろう。絶対最新で見てよ。ありがとう。カメラにもバッチリですするので。手紙の内容もうね、あのね、手紙の内容ってかあのスピーチよね。あの手紙の内容も考えたいんですけど、今はあのファンミーティングのことで頭がいっぱいで、あの生誕祭まで追いつけてなくて、ももかやから。ちょうどいろいろ重なって、そう今追いついてなくて、あのどうしようどうしようどうしようみたいな。そう、なんかファンミーティングってね、決められたものではなくて自分で全てを作っていくものだから、なんか自分でちゃんと企画も考えたり、こうしますって言ったり、これを準備してほしいですって言ったり、衣装はこうしますとか、なんかいろいろあって、それがちょっと難しくて自分の中で。そんなね、そう、すごい、なんですけど。でも、そう、結構今までは公演とかも、セトリとかも決まってて、それを自分たちが覚えるっていう形だけど、ファンミーティングはちょっと自分で作る形なので、ちょっとうまくいけるのかとか、ちゃんと歌えるのかとか、ちょっとね、よせよせ。衣装も硬い。でも衣装ね、ちょっとね、借りれたら借りようかなと思う。でも着たことないやつ着てみたいなって思ってる。そう、ハム期待してます。そんなそんな期待しないでください。そうでね、なんかね、いろいろね重なってるんですよ。あのね、なんだっけ、あの今度ちょっと撮影もあって、もうちょっとしたら、それで最近ちょっとお肌を休めてるんですけど、それもあったり、あのシガコレがあったり、結構ねいろいろがんなものが重なっておりまして、ちょっとだけ汗汗ももさんしてます、最近は。明日はね、みんなとカラオケ配信しますので、そう、明日はみんなと、ね6時からですね。しがこれ、しかも7人なんですよ。あんまりもうか7人で踊ったことがなくて、ちょっとだけ頑張らないと、かなり頑張らないと。6人バージョンならさ、結構さ、いろんなとこで披露してるから。あ、そう、滋賀県の釣りは、そうなんですよ、リリーベもあって
あ、ユミリンさんの卒業公演もあります。あと、そうそうあ、そう、 PR 舞台の人数の7人なので、コスプレで迷ってる。お家にあるやつでどれにしようかなって迷ってるの今。そう、忙しいです。そう頑張りますね。違う、これは 2.5 期生のみんなとココアさんとアイコジと一緒に。確かにちょっと珍しいかも。できます。初めての滋賀県かな。もう楽しみだ。フレッシュだね。だねー、 2.5 期生ちゃんフレッシュだね。後輩ちゃんたちと、でもそう、後輩ちゃん 2.5 期生はもうかなり喋れるよ全然。おちゃんまだフレッシュ本当滋賀県とほぼ琵琶湖。え、そうなん。アンビモノマネ色ないですないです。桃が好き、桃が好き。マザリフは明日はするけど、ファンミーティングはミニ公演じゃないけど、歌メインでミニ公演みたいになるからないです。にゃん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 。一人モノマネか。みんなモノマネが見たいの？もうか結構頑張って考えてるんだけど頑張って考えてるんだけど、悲しい。桃が好き、桃が好き。そう、そのプレッシャー、プレッシャーだよそんなプレッシャー言わないで頑張ってるから。もうかなりにずっと考えて、ちゃんとみんなが喜んでくれるようにちゃんと考えてるから、ちょっともうかプレッシャーになっちゃうよ。こんばんは、こんばんは。もちゃんの笑顔が見られたらそれだけでもつく。優しい、ありがとう。明日のセットリスト、明日でもセットリストみたいな感じではないけど、なんか普段入ってない曲とかもあるからって感じ。そうけど、結構ファンミーティングの方であたふたしててって感じなんだけど、そう、明日は6時からですね。モノマネ要求しないでしないでやだ。
ファンは困ったら、ファンビは困ったらファンのみんなが誕生日をいや、ちゃんと考えてるから。そう、ファミの次の日だ。そう、桃が好き、桃が好き。2日連続もーちゃん祭り。そう、もーちゃん祭りでいっぱいなの。たっちゃん、くまのやついっぱいありがとう。親方さんありがとう。フジポンさんありがとう。みやさん、ころもたんありがとう。あ、ころもちゃん持ってきたんだよね。そう、たかちゃん10ありがとう。現場監督さんあとありがとう。としさん、ころもちゃんありがとう。山マゲメロンさんあとありがとう。ハワイさんハートありがとう。のりさん10ありがとう。リチャードさん10ありがとう。ピオネ 4W2 さん10ありがとう。10でいいかなこれ。リチャードさん、ころもたんありがとう。かきさん、はたありがとう。みつぐさん、ペンライトありがとう。たちゃん、くまちゃん、ありがとう、くま。くちゃん、ころもちゃん、ありがとう。おぼろしさん、だるま、ありがとう。ちゃーちゃー、つぶつぶつらくぶさん、じゅありがとう。どうせつさん、じゅありがとう。たくさんありがとう。ま、あ、くまじゃなかった、じゅだった。間違えた。イベント中だよね。ありがとう、たくさん。でも35万ポイントもいけるかな。でもなんかもうたくさんありがとうございます。こんなに自分のポイントがいてこんなになってるって気づいてなかった。ありがとう。まあ、もう10万ポイントぐらい。ありがとうございます。優しい。こんばんは、こんばんは。インフルエンサーしたの？流動接種、他も予防接種した。ここに今予防接種の跡が。泣いてはないよ。カイト、ここでじゃあ10集めてました。うかうかいです。ほんとに？ちょっと今日全然何もしてないから嬉しい。お風呂だ。いや、お風呂はいいよ。けどあんまりなんかブンブンは動かさん方がいいみたいな。何やって、ね、今回のイベントってさ、この銃のやつ？銃のやつよね、この銃ってやつと。これクマちゃんも？クマンという銃って書いてあるやつ集めてます。
パンこんばんは。予防接種したところあまりこすらずに軽く洗うぐらいなので、じゃそうなんて、あんまりなんかグワーッとやっちゃいけんのよ。ありがとう。予防接種は私はなんか昔注射子供の頃全然苦手じゃなくて全然痛みを感じてなかったんですけど、なんか今日すごい自分の中で痛くてびっくりした。涙は出なかった、顔がみたいなはーってなった顔が。なんかね、ちっちゃい頃そんなにね注射が怖くなかったんですよね。そう、あ、なんかねむこちゃんいるんだけど、え、今日予防接種今日した、運命じゃん私と運命なのかな、ねむこちゃん予防接種した同士じゃん。効果の予防接種、あれあれ、なんかどこに予防接種したんあれ、なんか絆創膏なかったって、あれないんだけど絆創膏がパッチ取れてる、どこ行った銃だけの、なんかこの銃って書いてるクマちゃんとか、多分この銃っていう文字と思う。そう、よかったらで大丈夫だよ。なんか取れてるシールないんだけど、なんかオオカのなんかマスクの、これ左手よ私今。どこ行ったん、あ、跡があるけどない、どっか服の裏側に行っちゃったかなあ、くまちゃんありがとう、わあ申し訳ない、ありがとうたくさん。ありがとう、私も取れてなくなってもうそれも運命なんかななんかなくなった。リチャードさん、クマちゃんだわ、ありがとう。クマタワーありがとう。キュマ。ありがとう。キュマキュマ。ありがとう、リチャードさん。ありがとこま。ありがとう。もうかこのめっちゃメガネすっぴん姿でお出かいてもいいかな。なんか。この姿でも大丈夫かな俺いらないの、いらないの、ねえ、じゃ待って、一瞬だったらいい、もうね一瞬で書くからいい、それで待って、いつもねいいよって言ってくれるからちょっとね申し訳ないからこれだけ書かして、じゃあ、はい、だから時間取らせてないですよ、ありがとうリチャードさん。これはね時間取らせてないんで、ありがとういつも、ももーん、リチャードさんありがとう。
ありがとう。かわいいでしょ、もう、ももちゃんの絵。もも。メガネは土入りです。これがないと今全然見えない。見えるけどぼやけちゃう。ちょっとメガネでけど顔がなんだろうって推しになってる。メガネね、でもでかいかもしれん。これなんかさ、結構さ、お茶のラベル外そう。あ、目が見えない今。これがさ、500ml のお茶やとしたら結構でかくない？目がちっちゃくなった今。あ、青かなアバターね、あのね、みんなにね、まだって言われちゃうかなと思って黙ってたんですけど、あのね、誕生日らへんにしたからもうちょっとだよ。ちょっとなんか今いつ忙しくていつ余裕があるか分かんなかったから、誕生日らへんにしようと思って。許して、ちょっと遅くなっちゃったこと。モカのアバターはきっと何日って言ったかな、27とか28とからへんからね配布されると思うんですけど、ちょっとね、結構前に言ったらね、あのめちゃあの長く感じるかなと思って、みんなだからちょっと今ぐらいに、そうアバターのことみんな頭から忘れてて、これぐらいの時期に言おうかなと思ってました。そうなんか近くでもよかったんだけど、そうプレゼント愛の手紙ね。え、ねえねえ、ねむこちゃん、モーカのさ、モーカのセンター祭でその手紙を見たいんですけど。わあ、でもねむこちゃんとね、みんなはね、知らないから、ねむこちゃんの手紙が来ることは多分、センター祭ではないんだろうけど、そう。毎年ね、生誕祭があって。そう。ねむこちゃんにいらっしゃる。だってねむこちゃんに。ねむこちゃん。ねむこちゃんにさ。みんな連絡知らない。文章で送ってくれんの？マジ？って思ってた、ずっとね思ってたんですよね、むこちゃんからの手紙が欲しい欲しいって思ってたんですけど、あのももちゃんに送ってくる。生誕祭ってね、あのね、ねむこちゃんわかんないかもしれんけど、本当はサプライズで、そう、手紙誰かなっていうやつなんだけど、そう、仮面してビデオレター面白すぎる。そう、ねむこちゃんはね、なんか文章がめっちゃ上手で、なんか文章力すごいよね、本当に。なんか私にはそう、なんか全然ない語彙力がたくさんあって、そう、なんかいつも長文の手紙とか長文の文章をくれることが中学校の頃から多いあるんですけど、もう本当に本当にね、感動してるんですよ毎回。なんか、あざます。あざます。ね、モーカはなんか手紙とかも
手紙とかも書こうって思って書いたことあるんですけど、なんかあんまりね、いい文章がね書けない。なんか頭の中で言葉で話したら伝えたいことが鬼ほどあるのに、語彙力が少なすぎてどうやってそれを表現したらいいか分かんなくて、いつもうわーって一人で言うんですよ。いや、伝えたいことがあるんだけどなーみたいな、なんかなかなか文章にすると分かんないってなっちゃう。難しいよね、文章って。難しい、本当に。そう、言いたいことがあるんだよなんですよ。今日手紙出したけどいつも悩んでくれない。そうなの、みんなからのお手紙すごい気持ち伝わってくるよ。ねおこちゃん、一回だけ踊ってるのいつか見てほしいな。私がどこかの機会で招待して日が空いてたら来てくれる？もう広島遠いんだよな。高知で公演したいな。手紙ってなんか手紙っていいよね。頑張っていく？優しい。そう、まだ、そうですね、桃花が踊ってるのを友達は誰も見たことないと思うよ。高知で公演したいな。曲あんまり知らないから今から聴いて今から聴いとってくれる？ツアーとかでね、コーチやったらねいいんだけど。あ、来年の誕生日土曜日なんだ。そうなんだ。四国でのお仕事あったけど、公演はしばらく。そう、でもね、四国の帰れて、最近帰れてっていうか、あのお仕事で行けて、その度にねむこちゃんに会えてるんですよ。だから本当にね嬉しい、会えたんですよ。そう、だから結構8月と9月は1回ずつ会えて、そうだ、自分でぶつけた。こんばんこんばんは。チュッチュル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 行ったらで大丈夫だよ。もしお友達とかと、ちょっと
月から日まで働いてます。そうなん、いいね。めっちゃ空いとる。全部そう、全部空いとる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。しゃぶーい、ずっとここで震えてるもん。こんばんは。どっかで電話しようね。あ、夜お電話ならいつでも受付中。じゃあまたかけるわ、またかけるわ。こたつね、出さんといけん、ほんとに寒い。急に冬来た、ほんまよ、寒すぎよ。ショールーム配信、友達がいるのってなんか不思議な感じよね。ちょっとリリーベで見た本物のもかかわかった、ありがとう、嬉しい、嬉しすぎる。エアコンだと乾燥ね、乾燥しちゃうよね。にゃんにゃんにゃん、もこちゃんめっちゃ優しいよ。うん、あ、そうだ、シティウォーカーもらったんですよ、もこ。じゃーん、なんか見せれないんですけど。もらいました、事務所で受け取ったよ。そう、後ろにも可愛い先輩方と2期生ちゃん写ってます。買った、わあ嬉しい。私は小豆島に行って香川のページに写っております。なんかね、そう、ね、これ買った人はここに注目してほしいってとこがあって、なんかあのほうきで飛んでるところ、本当にモモカめっちゃ綺麗です。本当にめっちゃ綺麗に飛んでるので見てほしい。本当に73ページですね。なんか買ってなく、あら、4人で飛んでるんですけど、私めっちゃ綺麗にピョーンって飛んでるんですよ。そう、それ自分で見て、え、すごい、我ながらすごいジャンプって思って。尼崎行くね、お、待ってます。香川ね、え、ここねむこちゃんたちとも行きたいな。そう、香川旅行に行きたいって話してるんですよ。そうで、なんか山の中にあったオブジェ、オブジェじゃない、このなん感化系のとことか、なんだっけ、妖怪美術館のなんか妖怪の花の中に私といちごちゃんが入ってるんですけど、あれは結構あの頑張った、頑張って体勢、ちょっときつい体勢で頑張って撮ってます。そう、いや結構普通に顔出すところではないから結構ね、あのちゃんと顔出せるかなって感じなんですけど、ちゃんと顔が入りました。あとちゃんと抜けてよかった。これなんかね、なんか一回なんかノリで入ってみようってなって、こうやって入ったんですよ。そしたらあの撮ろうってなって撮ったら結構採用された。そう、そういう裏話もあるので、ぜひゲットした際には見てみてください。ほうきのところめっちゃ綺麗なんですよ。もうか、そう、いちごちゃんともか身長差すごいと思う。高いからね、いちごちゃん身長。そう、あかりんさんといちごちゃんとかなおちゃんと4人で行ってます。
あとはなんだっけ、ロープウェイ乗ったり、結構早かった。なんかビヨーンって感じだった。なんかね、どこだっけ、尾道でもロープウェイ乗ったんですけど、尾道はゆっくりって感じで、この感化系のロープウェイは早くて、なんかめっちゃビューンだった。本当に乗り物感覚でした。そうキャーン、デッキブラシすごくいっぱい飛んでるかもしれない撮影で。そう、おすすめ。あとはなんか最初のページはもう2期生と先輩方とかいっぱい載ってて、めっちゃ綺麗です。いいね。なんかもう一人とかでもいつか撮ってもらいたいな。ロープフェイ早いよ。山形のソログラビはね、いつとかは決まってない。何月号とか言われてないね。こんばんこんばんは。ねむこちゃん竜の銃投げてくれてる。ありがとう。私が銃集めてますって書いたからかな。ありがとう。ありがとう。ちやとくん、ちょうどよかった。ありがとう。電話監督さん、くまちゃん。ありがとう、くま。ピヨンネさん。じゃあありがとう。タツさん、じゅありがとう。ヒヤさん、じゅありがとう。アキーさん、じゅありがとう。ぬむこちゃん、じゅありがとう。しいたけさん、じゅありがとう。プさん、くまちゃん、ありがとう。なっぴさん、じゅありがとう。ケイさん、ありがとう。ゆたさん、じゅありがとう。たむたむさん、じゅありがとう。たかちゃん、じゅありがとう。ゆたさん、ころもちゃん、ありがとう。まさよしさん、ころもちゃん、ありがとう。おくましさん、ころもちゃん、ありがとう。ゆうさん、ころもちゃん、ありがとう。あきさん、じゅありがとう。優しいね。ありがとう。ここでは普通なんだけど、定期的に配信ってくると思って。本当によ、こんなにずっと、だってこう、もう私入って4年間でずっと来てくれてるのはすごい優しい、優しいことだよ。本当にありがたい。もーちゃんも写真集でいっぱいだ。もーちゃんは写真集出せないよ。もーちゃんは、むちゃんファンみんな優しいね。みんな優しいね。電話したね。電話したい、めっちゃ。写真集もうちょっとだろうと思う。ありがとう。でも今は目標にはしてないかな。そう、おもちゃルームは癒しの時間ですね。ありがとう。チェキ届いた、よかった。
いっぱい見てみてね。なんかでも、この携帯ね、そう、2台持ってないからね。そう。ねむこちゃんの声は、内緒。うん、お、小豆島行ってみる。行ってみて。めっちゃいい場所だったし、大岡もまた行きたいなって思った。ラジオに合う本当。でもね、結構大木さんとかもラジオの声褒めてくださってて、すごく嬉しかった。前回のチェキは上に挟んでるから、今回はどこにつけるかも考え中。そうだよね、考え中。どこがいいかな。迷う。なんかでも今最近なんかチェキ入れみたいなやつも売ってるよね。 MC でもよく声が立ってる。ありがとう、嬉しい。あ、LINE でもね、出てたよね、見た。桃が好き、桃が好き。そうだよ、もうかひなさんのやつあるから。でもあの、ちいかわのモモンガのなんか、あのちいかわのモモンガのなんかチェキ入れみたいなやつ売り切れてて、もうずっと欲しいんですよ。あれが再入荷したら絶対買おうって思ってて。腕に抱えてるのは ST ウォーカーです。じゃん。これももが人気だよね。わかる。最近人気すぎんか。より高松からフェリー乗った気がする。私小豆島行くとき、そう、中身見せられないからね、いろいろ見せたいんですけど。そう、朝早かった。そうだったっけ、どうだったっけな。まんまあ早かったっけ。高松、そう、フェリーが出てるはず。新種の私が言ってました。お、いいね。ポケカをゲットした。あ、そうだね、ポケカゲットした時なんかね、その日の発売されてた、なんだっけ、ポケモンカードが夜だったのになんか残ってたんですよ、コンビニに。だから嬉しかった記憶がある。聖地巡礼、ぜひぜひピョーンって飛んでみてください。醤油のイメージだった？私めっちゃオリーブのイメージの一択だったかもしれない。私も聖地巡礼、一緒に行こうね。行こう。冬休みいつなん？今言わなくてもいいけど。また教えて。冬休み。また教えて。こんばんは、こんばんは。
あ、一日店長さんね、楽しかったあれ。なんかさ、名刺渡すのあんましたことがなくて、すごいなんか新鮮な気持ちで楽しかった思い出がある。林渡君よろしく。もちゃん冬休み、もちゃんに冬休みはないけど、ねむこちゃんが冬休みだったら会いやすくはなるじゃん。そうだから聞いたの。止めません。止めるよ、ちょっとピャッて。チェキ届いた、よかった。アニメートの頃もね、早く詳細見たいもんかも。楽しい。桃が好き、桃が好き。しまんない、バスイダーも楽しかった。バスイダーもいいね。桃花の名刺ね、また渡したいな。生誕祭申し込みました。私は桃ちゃん尽くしない。桃ちゃん尽くし、いいじゃん。桃尽くししよう。アニメートさんとのコラボって聞いて、もーちゃんがともよくね。そう、もーかだってもう小学校の頃からアニメが大好きで、本当に、なんかパパとね、東京行ったことがあって、その時も秋葉原、まあ、あかんだ秋葉原間違えた秋葉原に行って、かんだアニメート巡りしたくらいアニメートさんが好きなので、噛んだ。初めてモカの生誕もできて、やった嬉しい。手袋のアニメート行ったことあるかな、どうだろう、わかんないけど、なんか結構ねアニメート見つけたらとにかく入るから。そうで、高知にも一つあって、めっちゃ通ってて、広島も町にあるのでよく行ってます。寄っちゃうよね。40分ぐらいだったら読もうかな。ほんと珍しいよ。ちょっと広島遠いよね。どのコーナーにするか。でも広島はまず下にめちゃ大きいガチャガチャのとこがあって、なんかガチャガチャのに行ってから2階に行ってアニメコーナーに行ってみたいな感じ。北海道行きたい。私今一番行きたい場所なんだよね。そう、でも東北地方の方に全然もうか行ったことないよ。他の子たちは結構どこだったっけ、秋田県だったっけ、何県だったっけ、みんなが行ってたとこ。でもなんかね、桃鉄ツアーのやつで行けてたんだけど、もうかね、そのメンバーに選ばれなくて行けなかったんだよね。しゅん、たたた、コースが決まった。そう、コースが決まった。みんな秋田県行ったんだけど、そう、 PR 舞台のみんな仙台行ってて、だからもうかは一回も行ったことないよ。そうですね、新潟県が一番自分の中では結構遠くまで行った。
仙台牛タン食べたい、海鮮が食べたい。そう、仙台には牛タンとかがあって、北海道には海鮮があるんでね。しかも秋田県とかもお米が美味しかったり、なんかいろんなおご飯が美味しいイメージがあるので行ってみたい。仙台行ってない。全部食べ物美味しいじゃん。きりたんぽも食べたことない。出張で行ってた。牛タン食べ放題。東北の聖地。東北行ったいよね。あ、東北の聖地巡礼きつい。きつい。それは確かに高知から東北はそれ遠いよ。遠すぎる。だってさ、なんか広島からも遠いじゃん。高知からだったらなかなか本当に行けないよね。ね、でもモーたち一緒にあれ行ったよね。沖縄はね、修学旅行で一緒に行ったんですよ。一緒に国際通り回った思い出があって、今もそう、いろんな写真撮ったの覚えてる。広島直行便、そうなんだ、飛行機があるんだ。きりたんぽいいね。群馬とか行った行った。関東の方は結構行けてるんだけどね。こんばんは、こんばんは。ではそろそろ読みましょうかね。新潟県楽しかったね。ではでは、10歳のゼータンさん、ありがとう。かわいい、勉強できそう。おう、勉強頑張ってるの。あ、もうか、もうか。ゼータンさんが勉強頑張ってるのかと思った、今。もうか、勉強ね。学年1位だよ。嘘。12のひなっぴさん、ありがとう。11のまぼろしさん、ありがとう。12のふみやとまぐ、ふふさん、ありがとう。ありがとう。ほんまか。ごめんごめん、一瞬間違えた。キュイのトシさん、ありがとう。今日も楽しい、夢でもっかになりたいな、今日こそは。ありがとう。あっちのユウさん、ありがとう。月味のおもずくし、楽しみ楽しみいっぱいあるね。7位の福ちゃん、ありがとう。メガネもちゃん、かわいいな、ありがとう。6位の TX さん、ありがとう。5位のピオネ 4WD さん、ありがとう。4位の現場監督さん、ありがとう。ぜひもーちゃんに名古屋に来てほしいな。行きたい。行ったことないかも。ちょっとね、いろんなとこ行きたいです。3位のドーセツさん、ありがとう。2位のタッちゃん、ありがとう。1位のリチャードさん、ありがとう。ありがとうございました。生誕祭待ってます。明日のカラオケ配信も6時からやりますのでお待ちしてます。明日のカラオケ配信楽しみにしてます。またね。はい、待っててね。ありがとうございました。またね、おやすみ。またね。